どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA のタイムセールがですね、こちらの動画も出ている時に開始になっているっていう風になりますんで、今回ねこちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、 ANA のタイムセールね来ているっていう風になりますんで、今までのねセール私ね値段チェックしておりますので、まあ今回のねセール、まあどのぐらいね安くなってるかっていうのとですね、またね今回のセールのね登場期間は2022年の1月っていう風になりますんで、 SFC 仕様とかね ANA のダイヤモンド仕様とかね考えている方もねいらっしゃるかなっていう風に思いますので、まあプレーンポイントね獲得っていう意味ではねどうなのかっていうのはですね話していきたいなという風に思いますので、ちょっとね今回簡単な動画になってしまうかもしれないんですけども、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではですね、公式サイトねこんな感じになっておりまして、ウェブ限定早めの予約でお得ということで、国内線タイムセールということで、まずねタイムセールの予約期間なんですけども、2021年の11月12日0時から2021年11月の18日23時59分までっていう風になります。で登場期間はですね、2022年の1月の8日から2022年1月の31日までっていう風になります。ですので今回のねタイムセールの登場期間はね来年っていう風になりますんで、今年のね航空券の発売ではありませんので、この点はね注意してください。対象路線はですね結構多いんですけども、まあ、全部ではないかなっていう風に思いますので、後でね一覧お見せしますので確認ねしていただければなと思います。で価格なんですけども、公式サイトにはねこんな感じで主な路線みたいな感じで、羽田沖縄9900円、羽田札幌9000円といった形でね、まあ、記載があるわけなんですけども、こちらね羽田那覇の場合であればですね、こちら9900円といった形になっておりまして、その下にですね対象便っていうのがね記載ありますよね。まあ、この便がですねこの価格で販売されている便っていう風になっておりまして、まあ、この9900円っていうのは、まあ、最低価格っていった形になります。で旅客施設使用料っていうのがですねこれに上乗せされて運賃っていう風になりますんで、羽田那覇路線の場合だとですね、羽田空港で290円、那覇空港で120円の旅客施設使用料がねプラスされるっていう風になりますんで、最低価格はですね、まあこちら公式サイトには9900円って書いてあるんですけども、最低でも1万と310円のね価格っていった形になります。まあこのね旅客施設使用料がねこの上に対象のね空港は追加されるっていうのがねありますので、この点ね覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、私の方でね今回の価格と、まあここ1年のですね、まあ私がね調べている感じだと2021年のね6月のセールがね非常に安かったんですよね。ですのでこことねちょっと比較させていただきました。こんな感じになっておりまして、まずですね、価格括弧6月感謝の日っていうのが書いてあると思うんですけども、6月のね ANA 感謝の日、ここはね結構安かったんですよね。でその右上の価格 PFC 含まずって書いてあるのが今回のねタイムセールの価格っていった形になります。で獲得のプレミアムポイントですね、横でね見ていただいて獲得できるねプレミアムポイントっていった形になります。でこのプレミアムポイントのね PP 単価に関しては、今回ですね価格、まあ今回のねタイムセールの価格でこの PP 単価ね出しておりますので、6月のねタイムセールの値段でね出しておりませんので、この点もね注意していただければなと思います。まあこういった感じになっておりまして、まあ大体ですねすごい安くなってるかって言われると、まあ6月のね ANA の感謝の日ね、なんでこんな安かったんだって思うぐらいね安かったんですよね。ですんで2022年のですね1月ということで、沖縄方面はですね基本的に閑散期っていう風になりますんで、まあ正直ねここら辺の路線結構下がるかななんていう風に思ってたんですけども、沖縄のね那覇に関してはまあそこまでね下がらなかったっていう感じなんですよね。またですねちょっと赤字のね枠になっている羽田宮古島路線を見ていただきたいんですけども、ここがねすごい安くなってるんですよ今回。これはねエラーなんですかっていう感じのねあの値段の下がり方なんですよね。かなりびっくりしないですか。この6月のね感謝の日が17,900円ということで、この時ねすごい安かったんですけども、今回ですね羽田宮古島路線ね片道1万円なんですよ。これはねかなり安いですね。で
もちろんですね、羽田宮古島ということで PP 単価もねかなりいいというふうになりますんで、8.6 円といった形になるんですよね。まあ PP 単価ね見ていただきたいんですけども、ここ以外ね多分10円全部超えてると思うんですけども、 ANA のねタイムセールに関しては、まあ、修行におすすめできるかっていうと、もう本当にね一目瞭然で、あのプレーンポイントのねこの PP 単価っていうのは基本的に10円以下になれば、まあ、お得って言われてるんですよね。ですんでこれね、ほとんどの路線で、まあ、お得とはね言えないっていった形になっておりまして、まあ、羽田宮古島の路線だけですね、こちらねタイムセールにもかかわらず 8.6 円ということでかなりいいですよね。ですので、まあこの ANA のねタイムセールっていうのは ANA スーパーバリューセールっていうね運賃8だったかなが適用されますので、あのツアーとかねそれと一緒のプレーンポイントのね加算になるんですよね。ですので基本的にねおすすめできるこの話ではないんですけども、このね今回の羽田宮古島だけはですねちょっと例外でね、まあここね入れても全然いいんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね。でまあ全体ね見ていただければね分かる通りなんですけども、まあ今回のねタイムセールに関してはどうなんですかね、この今のこんな状況になる前のね価格っていうのは私ちょっとチェックしてないので、もう本当にこのようなね世の中になってから、まあこういったね価格チェックするようになったので、昔はどれぐらいだったのかちょっと分かんないんですけども、今年に関してはですね6月の方がまあ全体的にね安くて、今回のねタイムセールはそこまでね値段が下がらなかったっていう印象ですかね。ということで今回ですね ANA のタイムセールね解説させていただきましたけども、まあちょっとね簡単な動画にはなりましたけども、まあ2021年中でね考えると、まあ6月よりかはまあちょっとね値段そこまでね下がらなかったっていう印象ですかね。前回のタイムセールの時もこんな感じでね解説したんですけども、その時もねあの今回と同じ感じで6月に比べると値段はね下がらなかったっていう風になりますんで、まあおそらくねもうあの2021年の6月のようなね価格にはもうきっと下がらないんでしょうね。まあこれからね今ね感染落ち着いてますので、まあこれからねどう考えても航空券の値段はね上がっていくかなっていう風に思いますので、まあ修行はねおすすめできないんですけども、この価格でね利用していただくのはね別にいいのかなっていう風に思いますますので、ぜひね参考にしていただければなと思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオット、ボンボン、ホテル、ヒルドホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。